なかなか1イニング4球でこう終わるというのはね。そうですね、うん、ボテボテになります。ガルシア懸命に走る。おっと取れません。内野安打です。バルディスが取りに行くのかと思ったんですが、大引きもちょっとキョトンとしてます。ご覧いただきます。完全に打ち取られたボテボテの当たり。もうこれはね、はい、サードのバルティスがね、取りに行かないかダメですよね。ショートが取っても絶対セーフになりますから、位置としてはね、はい、もう取り切ってしまわないとね、いけないと思うんですけどね。こういうところがやっぱりなんとなくチームの、うん、負けている、まあ、今日はね、まあ、リードしてますけども、でも現状ね、負けてるね、はい、連敗中のチームですから。連敗中のチームですしね、はい、それとこのイニングね、こうやっぱりベンチから出てくる選手っていうのはね、はい、やっぱりこうキビキビしてないんですよね。はあはあはあ、ですので内村もそして先ほどの島もボール球しっかり見逃してます。バットをピクリとも動かしません。3球目サードゴロ、バックホームできない。おっとどこもアウトにできない。バルディリスの俊順が内野安打、タイムリー、同点。確かに叩きつけるような強い当たりでしたが、バルディリスが腰を低くしてボールをキャッチ。まあこれで一つもアウトに取れないっていう感じは珍しいですね。まあ、はい、ジャックルもしてないでしょうね。そうですよね、うん、それこそあのホーム間に合わなかったですか。今ちょっとバランスを崩しましたけれども、まだ3本間の真ん中ぐらいでしたけども、フォースプレーですからね、間に合うと思うんですけども、はい、であのまた三塁下がる時もなんかゆっくりとね、はい、でこれあの画面ではご覧いただけなかったですけども、大引きがマウンドに行った時、平野はですね、老人バックをちょっとこけやすそうに叩きつけるような仕草がありました。まあ、ピッチャーがするとね、このケースでサードゴロを打たしたっていうのはね、最高の打たし方なんですね。はい、